Hello, what's up guys? Welcome to my channel. It's I. はい、最近ちょっと新しいニュースがいろいろ飛び込んでおりまして、話したい話題がいっぱいあるんですけど、ちょっとモーニング娘。に関連していることで2つあるので、その2つを今回はまとめて話しちゃおうかなと思います。まあ、モーニング娘。関連って言っても1個は OG についてなんですけど、そうですね、その OG というのは皆さんご存知の鞘師里保さんですね。鞘師里保さんが8月4日に自社レーベルのセイバーを設立、そしてソロになって初めての EP ミニアルバムリリースが決定しました。イエーイ、おめでとうございますですね。もうこれは令和3年の8月4日ということで、384サヤシですよね。サヤシの日に素晴らしいニュースってことですね。でそれに先駆けて Find Me Out っていう曲が配信されていまして、もちろん私も速攻ダウンロードして聞いてます。はい、で私が YouTube で感想を言うのはもうどうしようかなって迷ったんですけど、まあさやしがねインスタライブでこの後の拡散は皆さんにお願いしたいみたいなことを言ってたんで、まあ、少しでも拡散というか宣伝というかになればいいなと思うので、今日はちょっと感想を言いたいと思います。まず曲を聴いた第一印象は、おー、この路線なんだっていうのと、歌い方が全く今までの最初と違うっていうところですね。はい、全く新しい鞘師だなっていう感覚でした。まあ、皆さん鞘師のファンの方もそういう感覚を持った方が多いと思うんですけど、まずメロディーに関しては個人的にはザ・シティポップだなって思いました。まあ、なんかシティポップっていう言い方でくくっちゃうのが正しいかどうかは正直私ちょっとよくわからなくて、要はだからそのちょっと一昔前のこうドライブしながら聴きたいよね的な音楽の感じなんですけど、もっとこのいいね、あの言い方、シティポップっていうよりももっとこうこっちの方が言い方としてなんか表現としていいんじゃないっていうのがもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、そういう印象だったっていうのと、その曲調に鞘師の声がすごくマッチしてすごいかっこよかったっていうのが第一印象です。で、歌詞を鞘師がね書いてるんですよ。想像ですけど、鞘師が自分自身のことを歌に込めたのかなっていうふうに私は思って、なんか鞘師の今までの苦悩みたいなものもなんかこう歌詞の中にね感じる部分があって、なんかこうちょっとね切ない感覚っていうのかなになったところはあったんですけど、とにかくいい歌詞だなと思いましたし、鞘師が詞を書いているっていうところ、まだ1曲しか聴いてないんですけど、そのミニアルバムに入っている曲全部鞘師が作詞に携わっているようだし、その音楽的なところに関してもこの感じでいきたいんですっていうのがすごくこう分かりやすい買ったんですよね。だからそこはすごく良かったなと思いました。で鞘師といえばやっぱり歌もすごくいいんですけど、やっぱダンス見たいじゃないですか。でこの曲ねダンスどれぐらいの感じなんだろうってところはまだ見てないので分かんないですけど、とりあえず振りはちゃんとついていて、それがねかっこいい振りだっていうようなことは鞘師がインスタライブで言ってたので、すごく安心してめちゃくちゃ楽しみですね。これにこの曲に振りがつくっていうのが、やっぱりなんかそこがこう鞘師の一個のアイデンティティというか、やっぱりダンスっていうのはめちゃくちゃ強みな部分ではあるので、ダンスがこう合わさった時にどういう曲になるのかっていうところと、なんかね鞘師の言い方だともしかしたら途中から踊り出す感じなのかなっていう、そういう風に聞こえました。ちょっと見てないんでねまだ分かんないですけど、そういう可能性がありそうだなって思いましたね。まあ、とにかく楽しみですね。なんかシティポップっぽいってさっき言ったじゃないですか。でその言い方が正しいかわかんないんですけど、その感じって私最近自分が好きなアーティストだとかの新曲で結構聞くんですよね。今っていうかちょっと前からですけど、トレンド的なところはあるじゃないですか、その音楽業界の中で。この曲をたまたま初めて聞いた人がなんかこうかっこいい曲だな、
なんか今っぽいなみたいな、その最近よくある感じだよねみたいな感じでさらっとこう流してしまわないかなって一瞬ちょっと心配になったんですけど、まあそこはそのさやしらしさっていうところが、なんだろう、さやしならではの要素がどれだけそこに入ってくるかってところになると思うので、もちろんダンスはその一個ですし、音楽の中に関してもそのさやしがね等身大の歌詞を書いてるっていうのはすごく大きいなって思いますね。まだ1曲しか聴いてないですけど、他の曲もすごい楽しみですね。で、なんかインスタライブでそのことについてね話してた時にも、なんだっけな、なんかねゆっくり進んでる感じに見えてたと思うけど、これから忙しくなりますよみたいなことを、そういう内容のねことを普通にさらっと言ってたんですけど、さやしがなんかそうやってさらっと言うんですけど、なんかこう熱いものを心に秘めながら、あんまりそれをこうさ表に熱いぞって出さずに、こう淡々と着々と自分の目指すものに向かって進んでいく人だなって改めて思いましたね。伝わるかなこれ。なんか赤い炎がこう宿ってるんだけど、最近だと結構ブラックとかホワイトとかモノトーン系のね服よく着てると思うんですけど、さやしなんかこうモノトーンで隠してるみたいな、でも中では燃えたぎってるみたいななんかそういうイメージですね。そういうところがかっこいいなって思いますね、さやしを見てると。でもなんかおっとりしてるし、あの感じでやるじゃないですか、まあ、それがすごいねさやしの魅力だなって改めて思っています。はい、ということで、まだね、さやしりほの Find Me Out まだ聞けてないよって方は、ぜひ、配信されてますので、ぜひね、聞いてほしいなと思います。はい、コンサートもね、ぜひ成功してほしいですね。はい、ということで、次の話題に移りたいと思うんですけど、よいしょ。こちらを買いました。じゃじゃじゃーん。はい、まあ、表紙と裏表紙ぐらいは見せていいと思うので、表紙と裏表紙がこんな感じなんですけれども、このフォトブックはモーニング娘。の15期メンバーの、山崎めいちゃん、北川りおちゃん、岡村ほまれちゃんの3人のね、2年間の成長記録をまとめたフォトブックになっています。ということで、もう私は15期推しなので、ちょっとこれは買うしかなかったんですけど、めちゃくちゃいいです。買ってよかったです。はい、そうですね、まず写真的なものに関して言うと、もちろん見せられませんけども、そうですね、2年間結構変わったんだなっていうのがよくわかるようになってます。最近撮ったんだろうなっていうものと、2年前ぐらい2019年に撮ったであろう写真が混在してる感じになるんですけど、特にですね、やっぱりね、ほまれちゃん、岡村ほまれちゃんはすごくその見た目的な成長が分かりやすいかな、一番って感じですね、この中で言うと。みんなでも成長が分かります。はい、そうですね、メイクとかもやっぱりどんどん変わってきていますしね、子供だ、最初はもうほんと赤ちゃんみたいな感じだったと思うんですよね。なんか赤ちゃんからどんどん女性になっていってる感じがあるんですけれども、まあ当たり前ですけど、可愛いものしかここには写っていないので写真に関してはとりあえず可愛いと、で私は結構写真以上になんかその文言の部分がすごく読むのが好きな、読み物としてね読むページが大好きなんですけど、インタビューだったりとか、その中身もね言えないけど、なんかその私が感じたことをね喋るぐらいだったらいいと思うんですけど、まず3人で対談みたいなねしてるページもあって、そこは結構こう喧嘩したりしてた時のなんだろう裏話というか、どういう感じで喧嘩してたというかが割と分かったりとか、あとは先輩から15期メンバーへのなんかこう一言ねメッセージみたいなのがあって、それぞれの15期のメンバー3人にねメッセージを書いてるページがあるんですけど、ここを読むと結構その全員みんな、もちろんそれぞれ言い方は全然違うんだけど、全然違うこと書いてるんだけど、割とこう核となってる部分が同じというか、なんか北川りおちゃんに対してはやっぱりみんなその歌っていう部分ですごく信頼してるんだなっていうのと、信頼もしてるしもっとの伸ばしていってほしいっていう感じのことがみんな割とね共通していて、
ホマタンについてはやっぱりホマタンはね、あの体調不良でお休みしちゃったりとか、ちょっとそのここ半年ぐらいか、もうちょっと前からか分かんないけどの間は結構そのホマタンが壁にぶつかってる様子があったと思うんですよね。やっぱりなんかそういうのをその先輩メンバーもなんていうんだろう、思ってのなんかメッセージに聞こえるような、あの自信を持ってほしいとか、その全然大丈夫だから、ホマタンは自分で思ってるよりもね、ホマタンは魅力的なんだよみたいな、そういうニュアンスのメッセージが多いなって思いました。でメイちゃんにメイちゃんに関してはもうそのまま言ってくれって、メイちゃんはそれをそのまま貫いて言ってくれればいいからみたいな感じですね。いや面白いなと思いました。はい、そうそう、メイちゃんに関してはね、あのパンダさんキャラ、キャラっていうのもなんかもう違うなって思うんですけど、うん、パンダさんが大好きっていうのがあるんですけど、やっぱ初めて見た人とかは多分キャラ設定、よくアイドルがやるキャラ設定、自分を覚えてほしいがためにやってるんだろうな、頑張ってんだなぐらいの感じかもしれませんけど、うん、ちょっとメイちゃんのパンダさんはもう次元が違う。多分メイちゃんの中でパンダさんはなんかもう神格化されたすごく特別な存在なので、なんか そうだな、そのキャラ設定で無理してやってるとかっていうのはないと思いますっていうのを私はあんまり知らない人に伝えたいですっていう感じです。はい、ということで、あのぜひちょっと15期メンバー気になってるなっていう方はですね、ぜひぜひ手に取ってもらえるといいかなと思います。はい、写真集としても読み物としても楽しく見れる本でしたので、ぜひおすすめです。はい、では今日はこの辺で、次の動画でまたお会いしましょう。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またねー、 See you。